5 4 3 2 1 Hit it. Experience 24 hours of head-to-head AWS sessions from around the world. Mic check 1 2. Jaws Pankrishon 2021. Up till down. それでは始めたいと思います。このセッションでは Amazon ロケーションサービスとアンプリファイ需要の構築比較について紹介したいと思います。先ほど Twitter でこのスライドを公開しましたので、これから紹介するスライド内の外部リンクにもぜひアクセスしていただけると嬉しいです。はじめに少しだけ自己紹介させていただきます。桐本と申します。私は位置情報分野のミエルネという会社に所属し、会社全体の組織マネジメントや技術選定等を行っております。またデイジャーナルという個人屋号でも活動してたりします。そして AWS コミュニティビルダーでもあります。この公開しているスライドの下のアイコンをクリックしていただけると各 SNS のリンクになっていますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。少しだけ会社のプロジェクトの紹介もさせていただきます。ミエルネの開発プロジェクトの代表的な例として、日本国内の遺跡や建造物を表示できる WebGIS があります。この Web アプリケーションは AWS のさまざまなサービスで構築されており、60万件以上の位置情報データを高速に検索表示可能です。こちらは一般公開されていますので、この URL からぜひ試していただければなと思います。また、自社サービスとしてスイスのマップタイラーと協力し、新たな地図配信サービスのマップタイラー JP も展開しております。そして、個人屋号では、技術書店で位置情報分野の本を出したりもしています。マップアプリケーションに興味がある方はぜひチェックしてみてください。それでは本題に入りたいと思います。本日のメニューは大きく分けて3つあります。はじめに Amazon ロケーションサービスとアンプリファイ需要についてお話しします。次に実際にその構築方法の比較についてお話しします。最後に全体のまとめをお話ししたいと思います。それでは、はじめに Amazon ロケーションサービスとアンプリファイ需要についてです。Amazon ロケーションサービスについて実際に操作して知りたい方向けに、先日社内ハッカソンで構築したウェブアプリケーションを公開しています。こちらはユーザー登録のみで誰でも利用することができるので、興味ある方はぜひ試してみてください。まず、Amazon ロケーションサービスについてです。Amazon ロケーションサービスとは、AWS の環境下で独自の位置情報アプリケーションを構築することができるサービスになります。機能として、マップ表示、ジオコーディング、ルーティング、ジオフェンス、トラッキング等が利用できます。
次にアンプリファイ需要についてです。アンプリファイ需要とは、アンプリファイの機能の一部として、Amazon ロケーションサービスをより手軽に構築できるようにした機能になります。Amazon ロケーションサービスをラッピングしたようなイメージになります。次に実際の構築方法の比較についてお話ししたいと思います。まず、Amazon ロケーションサービス自体には、マップを定義する機能はないため、別途、MapLibreGLJS というマップライブラリを利用します。また、Amplify 需要を利用しない場合でも、認証関係で Amplify 自体は利用します。そして、今回フレームワークは、Vue.js を利用しましたが、React 等の別のフレームワークを利用するでも問題ありません。次に、事前準備として、Amplify と Vue.js でログイン機能までの構築を行っておきます。これは一般的な Amplify のログイン機能で大丈夫です。参考としてスライドの右下にブログのリンクが貼ってあります。これから紹介するスライドのそれぞれにも右下にブログのリンクが貼ってあるので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。それでは、Amazon ロケーションサービスと Amplify 需要の実際の構築比較をお話したいと思います。まずは地図表示です。こちらはマップスタイルを選択することで、さまざまな背景地図を利用することができる機能になります。Amazon ロケーションサービスで構築する場合は、AWS コンソールで Amazon ロケーションマップスの設定と Amplify のロールにポリシーの追加をする必要があります。その後、フロントエンド構築時に MapLibre をインストールします。コードとしてはこのような形で MapLibre でマップを定義し、マップスタイルと認証情報を Amazon ロケーションサービスで定義します。次に、Amplify 需要で構築する場合は、この2つのコマンドだけで完了になります。そして、フロントエンド構築時に、MapLibre と Wrapper ライブラリをインストールします。コードとしては、Wrapper ライブラリを利用することで、クリエイトマップを定義するだけで背景地図を表示することが可能です。また、ドローポイントを使用することで、手軽にマーカー機能も追加することができたりします。次に、ジオコーディングです。こちらは、キーワードを指定することで、該当する住所データを取得できる機能になります。Amazon ロケーションサービスで構築する場合は、AWS コンソールで Amazon ロケーションプレイスの設定と、Amplify のロールにポリシーの追加をする必要があります。その後、フロントエンド構築時に AWS SDK をインストールする必要もあります。
コードとしては、このような形で AWS CDK のロケーションの中の情報リンク機能を利用し、受賞データを取得することが可能です。そして、マップリブレの機能で、そのデータからマーカーを表示します。次に、アンプリファイ仕様で構築する場合は、マップの時と同じく、この2つのコマンドだけで完了になります。コードとしては、フロントエンド構築時に、アンプリファイから自動コーディング機能を利用し、受賞データを取得するだけになります。そして、ドローポイントでそのデータのマーカーを表示することが可能です。まとめです。アンプリファイ仕様については、Amazon ロケーションサービスよりも手軽に構築可能です。AWS コンソールやロールの設定が不要になります。しかし、ルーティング等の一部機能が現状ではまだ利用できない状態です。そして、Amazon ロケーションサービスについては、アンプリファイ仕様よりも構築が難しくなります。AWS コンソールやロールの設定も必要になります。しかし、マップリブレ GLJS を直接利用して、さまざまなカスタマイズができたりします。最後に、手軽に構築をしたい方は、アンプリファイ仕様。独自のカスタマイズをしたい方は、Amazon ロケーションサービスを選択していただければなと。以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。Do it.